歌手の浜崎あゆみが7日、自身の公式ツイッターを更新。この日、名古屋市の日本外資ホールで予定されていた、あゆみ浜崎アジアトゥール 2021-2022A から 23RD モンスター、公演を中止することを発表した。公式発表によると、浜崎は6日の同公演後、急な体調不良を訴え、病院に緊急搬送されたところ、アナフィラキシーショックと診断を受けたという。その結果、11月7日、日曜日の公演開催は困難との医師の診察を受け、浜崎あゆみ及びスタッフ一同協議の末、直前でのご案内となり大変申し訳ございませんが、やむを得ず急遽本日の公演の開催を中止させていただくことにいたしました。公演を楽しみにしていただいていた皆様には多大なご心配、ご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げるとともに、この度の公演開催中止に関しましてご理解いただけますようお願い申し上げます、とした。浜崎あゆみは4日、自身のインスタグラムを更新し、足首を骨折したことを明かし、それでも公演を開催することを表明。今回の怪我ともどうにかうまく付き合いながら、土曜日、日曜日の名古屋公演のステージに立たせていただきたいと思っています、としていたが、再びアクシデントを余儀なくされた。